岡山に帰って、で親父がやりかけてた、まあ、直島のプロジェクトをやって、そこでやっぱり180度考え方変わったんですね。やっぱあまりにも東京というか、その過度な近代化とか過度な都市化にならされすぎてて、まあそのツケがこの瀬戸内海っていうのは日本の国立公園の第1号ですから、富士山の先、そういうところに亜硫酸ガスが出てくるような工場ができたり、産業廃棄物の不法投棄をしたりで、まあ、さらにハンセン病の方を閉じ込められても、うん、とんでもない国やと思ったんですね。もう東京という町が日本を作って、東京という町が日本を壊していると、本当にとんでもない。だからそういう、僕はそのレジスタンスがやっぱり原点ですね。要するに個性と魅力のある地域の集合体っていうのが僕の考える日本の再生の姿なんですよ。直島に美術館とこうびっくりしまして、で一緒にこうろうろしながら、ここはちょっと難しいですよという話をしました。はじめ福武さんとこう見てて、東京から来るでしょ、岡山まで来て、あの変な電車に1時間乗ってまた船乗って、その時は便利で合理的で経済的なものだけが一番いいと言われてた社会ですから、これ全部ないんですね、不便だから、この行きにくいとこに来るかと。今西洋の人が大体半分以上泊まってるんでしょ。これはね、大変なことなんですよ。日本のこの島にパリから来るのはなかなか大変ですよ。だから西洋の人たちがここに来たいという時に、私はいつもやめといた方がいいと、遠いですよと言うとるんですが、いや絶対に行きたいと。写真でも見ると、ビデオでも見ると、ここに行ってみないと自分の人生がなかなか終わらないから行くんだとこう言うて、うん、まだ大阪に帰ってきた時に会うとね、輝いとるのね、結構元気になっててね、うん、そういう人たちを見ていると、やっぱりみんなよく生きることを探してるんですよ、うん、だから来られるんだろうなと。その当時ですよ、現代アートに人は飽きませんよと言われとったんです。まあ、分かりませんもんね。分かれへんから、印象派ぐらいは分かるかなと、現代アートというのは分かりませんよと言われてた時に、福武さん現代アート、まあ私もあんまりその時にまだジェームス・タレル知らなかったから、ジェームス・タレル、ブルース・ナーマンもあんまり、まあ写真で見たことある、ブルース・ナーマン。アートで一番関心したのはやっぱりゲルニカなんです。僕はレーナ・ソフィア見に行ってね、やっぱりすごいと思った。やっぱあの戦争の悲惨さとかいうのが分かるじゃないですか。それはやっぱり、世の中とか社会に対する怒りみたいなものがやっぱあるわけですよ。それを、まあ、アーティストは絵とか、うん、まあ、芸術家の方は芸術とかね、うん、まあ、そういうところで表現するじゃないですか、うん、僕の場合はその思いというものを直島というキャンバスで作りたいと思ったわけですよ。まあ、ここに合う直島の、まあ、置かれた状況に合う作品を集めようと思ったわけで、それをまあ一番いい解釈ができる方法として、いい建築場所の中に置いて、からいい環境の中に置いたら、その絵はまあ、もっともっとメッセージが
その発信できるだろうと思ったんですね。やっぱり多分世界で最もそれは考え抜かれた場所だと思いますね。場所だと思いますね。世界で最も、うん、多分そういう場所ないと思う。ないと思いますね、うん、草間さんの中でもあそこ以外のはないと思いますね、うん、あの場所、うん、まあ大谷マリアもね、うん、タレルもみんな含めて、それはもう一つやっぱ自然と現代美術と見る人とが対話してるわけですね、うん、あの置き方あの場所、うん、それを見たらやっぱ他の作家もね、もう自分の作品を割と置いてほしいなと思う人が出てくるだろうと福武さんが前から言われてたんですけども、私もそう思います今。だから本当の美術館というのは、美術品と建築と環境がね本当に考え抜かれた、うん、そういう場所が僕は美術館と、うん、呼んでるんですけどね。島民はね、初めは反対してましたよ。島にあんまり人来るの嫌やなと言うてましたけども、6、7万人来て8万人ぐらい来るようになってから、私びっくりしたのは、みんなうち喫茶店しようかなとか、うち民宿もいいなとか、やっぱり人々の目が輝き出して、あのきっかけは宮島達夫 の角屋なんですよ、うん、あっこをね作るのに125名だったかな、島民の人にありました、ね、でセッティングしてもらったでしょ、うん、それでやっぱりえらい喜んだわけですよ。まあアーティストがいろんな方がここに来てね、うん、作品作ってくれないですか、うん、その時にしばらく半月1ヶ月おられた時に、やっぱりその島の人と交流あるわけですね。もう言葉喋れないけども、うん、こんなうちにおいでとか、どうとかどうとか話するわけ、ご飯もどうぞとか、その先を見に若い人が来るでしょ。その時に現代美術やから何か分からんわけで、これ何のこっちゃろう、うん、何のこっちゃろうと、そういう時にその物買いからばあさん出てきてね、あるいはじいさん出てきて、あんたこれはねこういう人の作った現代美術ってこういう意味があるんだ、とうとうと言うわけね、うん、それを見て若い人が腰抜かすわけ、なんでここの島はってで現代美術についてじいさんばあさんが説明するっていうのが、じいさんばあさん自信持つわけよ。で そこがきっかけで、今度はもう今度は島のこととかね、そういうことを喋るなって、まあ、それが、まあ、あと広がっていき元気になったという、まあ、そういう直島メソッドと言われるようになったんですね。私前から思うんですけど、リンゴはね青い方がいいと思うんですよ。で日本人はよくすぐ赤くなってきて寝れてくる方がいいと言うけども、生涯寝れない方がいいと、うん、で青いリンゴのままで生涯送った方がいいと、うん、直島の人たちは赤になっとったのに青になってきてほーと 思いましたよ。で初めはみんな結構ねシュンとしてたから、あもう売れたリンゴで終わりかなと思ってたが、ぐっと青くなってきて、うん、近頃は積極的な、うん、やっぱり積極で、うん、だからやっぱりこうそういう面ではね、やっぱり一つの地方都市の、ね、見本みたいな、うんうん、なんか日本じゃないしね、世界中やっぱりね地方都市困ってる、うん、そういう面では地方都市の見本みたいなもんで、そう直島の人を元気にするために美術館作ったっていうところあるから、うんうん、そうですね、うんうん、まあ、これがどんどん、まあ、発展していって、この考え方を世界中が、ね、真似をすればいいと思うんですね、うん、だからこのデザインを真似するには考え方をね、そう真似すれば結構世界中あちこちにそこだけにしかできないものができると思う、できると思う、うん、志っていうのはちょっと生意気だけども、やっぱり富を創造することができるのは経済、企業経理しかないわけだから、その金はもっとね文化とか地域再生のために使ったらどうですかという、まあそういうメッセージもあるんですけどね。
私イタリアで仕事してていつも思うんですが、建築現場5時に終わったらみんな楽しそうに帰っていく。日本の現場はみんなシューンとしてきれいな格好して出てくる。どっちがいいのかなと。でイタリアは国は潰れてると言われてますけども、個人は生きてますね、うん、やっぱり長い伝統の中でやっぱりよく生きることを、うん、そうね、あの国は考えてますね。ベネッセっていう名前を作った時にラテン系の名前がいいって言ってそれつけたんですよ、うんうん、もう今スペインとかイタリアとかね、ああいうラテン系の人って、うん、で酒は飲むし、うん、男は女好きだしね、うんうんうん、でうまいものはあるし、うん、でまあ、何よりもやっぱり文化の蓄積があるじゃないですか、うん、だからそういうね、その感じにしたいと思った。だからそういう面でね、もう文化の果たす役割ってものすごく大きいと思ってるの、うん、本当にそのナーシムの開発をやったからベネッセという考え方が生まれて、人間が大事だと、物とか情報とかね、 IT とかそんなもんじゃ、あんなものは所詮手段に過ぎるのだと、やっぱり人間が一番大事だということを感じるわけですよ。だからこの直島いう島もね、人たちも犬島も出島の人たちもみんなね、よく生きてますね、みんな楽しく。私も東京行ってみて思うのは、ここではというのはみんながね必死に働いてるけど、みんな疲れてると、まあ見てるとすごいですよ。もうザーッと目的向かって走ってて、また目的向かって会社に帰ってきて、また長時間かけて家帰ってるという。上都市の方が必死に働かなくて、そんなに経済力ないけども結構自分の生活を持っとると、うんうん、そっちが大事なんですね。そうそうそう、自分の生活を持ってないとね。そうそうそう、だから単純なんですよ。そういう要するにもうやっぱりその幸せになるにはね、幸せなコミュニティに住まないと幸せになれんって言ってるんですね、うん、で幸せのコミュニティってどういうコミュニティかって、やっぱり宗教はあの世だとか言うらしいけども、うんうん、あの世に行ってよかったって帰ってきた人僕会ったことありませんからね、まあ、あるかもしれないけど、うん、まあ、この世でそういうの作りたいと思った。そうですね、これはもう年寄りの笑顔がいっぱい溢れてる、うん、そういうね場所にしたい。それを現代美術を使ってやりたいと思ったんですよ。だから、うん、まあそれを意識して作ったんですね、うん、そのこの世に極楽を作るって、うん、もう世界で初めて作った。よく生きるっていうのは大事というよりか、一番重要なのは人間が生まれて死ぬまでよく生きると。でこの直島もそうですが、ベネッセの教育もよく生きる。でこの今の直島もここへ来てよく生きるというのはどういうことなんだというのを考えるところなんですね。だから今の世の中にはよく生きるということを書物とか誰かの考えを聞いて吸収しようと、それみんな間違いなの、うん、そんなことを聞いてもね、本を読んでもそんなことの答えは絶対ない。やっぱり自分で考えないとダメなの、うん、そうですね、自分で考えないかんので、うん、教育っていうのは難しいことを自分でやり遂げてまた見える世界があるのに、今はひたすら、まあ、詰め込み教育でやるから、人間が新しい世界を切り開かない子どもたちがいっぱいできるんですよ。地球の人口が今70数億なんで90億ぐらいになると言われてるんですが、まあ、食料なくなる、資源なくなる、エネルギーなくなる、あとはやっぱり頭なんですね。そこのところをやっぱり考えていかないかんのではないか。そのためには現代美術で結構面白いですからね、さーっと世界を切り開いていけるもんだから、結構意外と面白いかなと。その、まあ、一番根っこの部分ですよね。よく生きるとか、うん、何が幸せだとか、ね、うん、地域とかどういうもんだとかね、そういうこと根っこを考えるという場所としてはいい場所だと思う。あ、そうですね。